いやじゃあよ、ライドネストで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカやっていきたいと思いますね。ペッカなんですけど、このペッカロイジャイですね。なんか、その多分サムネにあったと思うんですけど、ですね、世界一のロイジャイ使いと、世界一のね、ペッカ使いがね、使っているデッキで、まあ、多分二人で考えたのかよくわかんないんですけどね、マルチでね、その二人が当たって引き分けにしていて、でそのデッキね、見たらね、なんかめっちゃ強そうってなって、ね、でその二人両方、何赤か、2赤ぐらい、7400いってるんですね。もう7400って言ったら、えぐいんですよ。もう。うん。ああ、でも、で、1日前とかなんで、結構っすね。あ、でも今でも普通に20位ぐらい。なんですけど、それを2赤ぐらいいってるっていうね、化け物どもなんですけど、まあ、なんで、そこら辺ね、まあ、が使っている強いデッキということで、あんまりまだテンプレになるほどは広まってないっていうか、全然広まってないんですけど、まあ、世界一のペッカ使いのカーピーっていう人と、世界一のロイジャイ使いブラックパンサーっていうね、人がね、使っていたんで、結構ね、まあ、それじゃあ強えなっていう感じでデッキパクってきました。ってことでね、マルチやりたいと思います。7200、今、150位なんですけど、まあ、言うてね、そいつらが使ってできなら勝てるでしょうということでね、まあ、マルチやっていきたいと思います。まあ多分ね、クロスにはね、滅法強いですね。まあ見たらわかるんですけど、高回転のロイジャイなんで、クロスには滅法強い。で、ペッカがあるんで、で多分テンプレじゃないんで、なんだろう、ペッカとかを後ろから出した時に、あーはいはい、お前もう何もないね、つって、クロスが出してきたやつにロイジャイデーンって出せるんですね。そう、2倍タイムとかなら、まあその動きができると。まあ1倍タイムとかは、まあ言うてね、細かいのピャッ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 って切っていって、で、まあ、攻めクロスが来たら、ロイジャイディーンって言って、結局そうなんですけどね。まあ、そんな感じですね。まあ、あとはロイジャイ使った、ロイジャイ用で攻めて、それをね、ミニペとかで守ってきて、そいつらをペッカーとしばき上げるみたいなね。多分そんなデッキですね。まあ、よろしくと。いうことで、とりあえず最初は、スケとかメガゴとかでね、すぐ。ロイジャイないしね、俺。なんなら。ディーンって感じで、これメガゴあれだ。先行しちゃうわ。あかんあかん。うわ出たちょ待って。それ聞いてない。よかった、先行して。やばい。なんでだよ。なんでそうなるんだよ。おかしいだろ。ちょ待って。なんで俺だけこんな目に遭うんだよ。ちょっと待ってね。だってはまあ、落ち着きましょうか、皆さん。そんなまだ焦る時間じゃないです。とりあえず、ロイジェ使って、ディガーザップ。これ一体が殴ってから HP ですね。はい。完璧。鉄血ペイですね。うわーだ。OK。守る。まあ、守るのが大事なんで、やっぱこのゲーム。で、とりあえず守って、なぁ。でもそっか。俺これロイシャイじゃない。ロイシャイと勘違いしてた、これ。で、これで、ずっと構えます。ギャングが来やすいんでね。なるほど。OK。で、ここで迫撃とかね、来ると思うんですね。なんで、コウモリ使ってきたんでね。まあ、ロイメガゴして、コウモリも使ったんで、ウッドを構えるという感じでね。はい。よいしょ。で、この紙アイスピで。全然だ。あ、でもいい。いいザップ。よいしょ。微妙だなで、これで、ペッカロイジャイをしていき、とりあえずエレキかな。で、ギャング出してくるはずなんでね。ダイスピンも出して、ハエ。なんでこんなん引くんだよ、おかしいだろ。やだわー、マジで。これ多分さ、ここら辺出してくる。いや、裏なんかい。シンプルに裏なんかい。ああ、もう最悪だわ。なんでこういうの引くの？なんでこういうの引くの？もう、なんで？まあ、落ち着きましょう、皆さん。ということで、どんどんやっていきたいと思います。
ょっと待ってな。俺の思ってたのと違うぞ、ちょっと違うぞ。まあ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 、まあ、まあ。ロイジャイとペッカ。ロイジャイとペッカで戦うできて、まあ今のはちょっともう脳幹みたいなとこあるんでね。なんでクロス欲しい、クロス。やばい、マジで。あ、でも聞いてください。今日ね、プール行ってきたんですけど、めっちゃ泳いだ。今日ね、マジ500メートルぐらい泳いだんで。もうね、痩せなきゃやばい、マジで。もうね、俺なんか、昨日免許証みたいなの見たんですけど、それが、2年前ぐらいに撮ったんですよ。2年前ってマジで、十何キロ痩せてたんですよ、今より。だから、もう顔ガリガリだったし、ガリガリっていうかもう細かったんで、今とね、だいぶ違って、もう顔の骨格が別人レベルだったんで、ちょっとね、もうちょい痩せたいなっていうところで、3が起きたんで、まあ、これはラバか、ペッカでしょうっていう感じなんですけど、まあ、ラバですね。三が五ごぼうりか。まあ、ごぼうりには、基本的にはペッカ合わしちゃっていいですね。うん。どのデッキでも。あの、ペッカとか、まあ、そこら辺を合わしちゃうのが、まあ、ベストかな、という感じで。で、前歴だけつけてあげて。で、これのナンバーとかで、よいしょ。よし、オッケー。これで、完璧。やだー。でもこれで、メガゴ出してあげれば、やばい。これ、サンガゴにしばかれるな。ちょっと待って。ほんとやばい、ね。逃げ出したい。今、ここから。なんでそんなデッキで来るの？やばい。死なないで。生きて。なんでちゃんとしたデッキ来ないの？ちょっと待ってね。メガナイト。なんで、まあ、またごぼうりか、ケツ、マスケをしてくると思うんで、フリーズですね。スケフリなんで、まだ全然、ポイズンじゃないから削り切られることがないんで、マスケ。なるほど。はい。これどうせフリーズかけられるんで、逆サイロイメガを行きたいですね。これでフリーズを、うわぁ、めんど。やば。あ、いい。頭いい。でもこれはウッドで消えるんで。出た。え、待って、それ嘘や。うわ、最悪だ。フリーズ。まさかのフリーズ。いや、でもこれはレイジ落として。いやー、ロイジャイ。いやー、マジで。それは良くないっすよ、先輩。頼むから。なんでだよ、マジで。なんでだよ。なんでそんなデッキが来るんだよ。おかしいでしょ。マジですか。なんか倒れたし。ちょっと待って。うわ。もう。ラスト、ちょっと待って。なんで俺マルチ行ったんだろう。グラチャリ。グラチャリやってないですね。マルチ行きますよ。ちゃんと。なんでなん。待って、めっちゃトロ上がってたのにな、そいつは。ちょっと待って、こんなに違うの。でもね、俺テンプレ引きたい。テンプレを、あのペッカとか、あのクロスとかをね引きたいです。僕クロス引きたいな。まあ、スケアイスピデッキなんでね、ちょっと攻めすぎかもしれないですね、俺。もうちょっと様子伺ってもいいかも。もうちょっと、エレキメガゴ、スケアイスピ、ウッド、あとなんだ、ランバーか。以外でね、ちょっと出しすぎちゃったな、大きな2枚を。ちょっとね、もうちょっと細かく動いていいかもしれないですね。やべ、全然マッチングしない。カリカリしてんのに。ちょ、待って。いやー、なんでこんなえげついデッキが来んの、マジで。もう絶対黒200位から落ちたじゃん。2敗は痛い。もう俺さ、もう負けてばっかじゃない動画で。やばいよね、ちょっと。ねえ、マジでさ。
やばいわもう。でまたこれで7300とかいって到達しましたってリプレイをちょっとだけ解説して生マルチいきますって、その生マルチで負けるからね大体。アナザーイディグハ、なるほど、出た。ロイジャー行きます。まあなるほどね。でもスキアミは言うてもスケで守れるみたいなとこあるんで、よいしょ、 OK、 いいよ。でメガゴ出して、まあですよねと、まあこれ全部怠慢、全部怠慢勝ちゲーミングなんで、俺のスケが死んだ。まあまあまあ、で次のロイジャイはもう1枚かな、待てよ、はいはい、なんで1枚回してスケアミが回るんですね。なんでロイジャイには次コウモリが来るんですよ。なんでケツペッカでいい気がすんな。でマカタラバが来るんですよねきっと。なんで右、はい、でナンバーを使ったんで絶対に池にスケアミが来るんですね。なんでコウモリにはメガゴだけで別に死なないんで、メガゴ ISP だけ作って、いやでもメガゴ受けで欲しいな。出た、すぐ黄金してくる。よいしょ、でコウモリが来る、よいしょ、はい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 、分かってるよ、もう一発行こう、行けや。おっと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 、どうしよう、これ言っていい気がすんな。でででーん、なんも今なんもないでしょ、ホバぐらいしかない、ホバぐらいしか、えい、めっちゃ入るよ、めっちゃ入るよ、いいよ、いいいいいい、いっちゃ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 い、もっといっちゃい、もっといっちゃい、よいしょ、はい、ありがとうございます。これで鬼高回転、空を先にねこうやって回して端にペッカーをつけることによって、次にあと2枚切れば空がまた回るんですよね。なんで、もうね、空職人します。よいしょ。はい。ちょっと待って、防衛のさ、呪文がねえんだな、こっちとら。なんでだよもう、なんでラバクロ、もうマジでなんでこうなんの、俺ん時だけ、なんでああ、悲しい俺は。はい、もしかしたらですね弱いかもしれないです、このデッキ。いやでもそれはないと思うんでね、ちょっとね、もしかしたらなんですけど、あ、一つの可能性としては、まあ、僕のね、もしかしたらちょっと使い慣れてない、または、このデッキが弱いかもしれない。もしかしたら。ごめんなさい。ほんとね。あのね、これもうね、低評価つけてもらう。しゃあないです。つけられてもしゃあない。これは。ごめんなさい。ほんとに。勝てなかった、思ったより。ってことで、今日の動画はね、まあ、こんな感じで終わっちゃうんですけど、また次の動画でもうちょっと勝てるようにしたいと思うんでね。もしよければね、次の動画も見てください。よろしくお願いします。ということで、今日は何で終わります。ね、また毎日投稿、動画投稿ね、してますのでね、もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は何で終わります。バイバイ。